ここんんんにちは、こんばんは、ははばあるいいはおはようございます。ビビです。で今日はあのちょっと思考を変えて包丁を研ぐ動画をあげたいと思います。よろしければお付き合いください。まあ、釣りが好きで魚釣ってきますが基本的に魚の料理はね俺がするようにしてます。で やっぱまあおふくろも嫁も料理するときに最近のこのステンレスの包丁も悪くはないんだけどやっぱこの出刃包丁に比べたら全然切れ味が違うので俺もこの包丁使うのがいいよっていうふうに勧めてるんだけどお手入れが悪いとすぐ切れなくなるしあの錆びたりするんででもう早速使ってて切れ味が悪くなったっていうことなので研いでくれと。 いうふうな依頼があったので解くんですけど。まあ研ぐ前に、今日は何使うかというと、もう天然の砥石です。俺は基本的に天然砥石で研いでます。こういうふうな砥石、市販で売ってるような砥石も。まあ、悪くはないんだけど。こいつで研ぐとなるとね、番手を変えないといけない。その点ね、この天然砥石だったら、もうちゃんと、あの。 研いだことがある人だったら、これ1個で全部こと足りるのでね、影響は天然と一緒。これね、もう何年選手 ?50 年とか60年選手なんです。もっと古いかもしれない。うちの死んだじいちゃんが使ってて、ずーっとだからね。でも1個で、ね、すんごい高いのがあったの、これ。あの、うちの親父がね、割っちゃったんですよ。うっかり。<laughs> 泣きそうでした。これも、まあ、祖父の形見みたいなもんですけど、 いいくらぐらぐするのかなもうなんかぞっとするぐらい高かったって昔聞いたことあるんだけどちなみに天然砥石ってどうやって採取するかっていうと地層の中から出すんですよほんで、まあ、加工していくんだけど、まあ、そんな話はいいですかねというわけで、えー、研いでいきます、まあ、下に布等を置いて水で濡らしてでその上に砥石を置いてずれないようにするとで和包丁ですのでまず角度のある方から研いでいくで研ぎ方はまあ一定の角度を保って ま、刃先からでもいいですから、刃先から解くのであれば、じゅんぐりじゅんぐりと、包丁の中心に向かって、で、最後は包丁の手元。で、このする時にある程度角度を決めたら、その角度をなるべく保って、で、押す時に力を入れて、引く時には力を入れない。これには理由があるんでしょう。まず、ケツの方から今度やっていきますね。 ケツからこすっていって、で、中央に移って、で、先端。で、先端といで、また、手元に、降りてくる。で、なぜ押すときに力を入れて、引くときに力を入れないかっていうと、返しを作るためです。 押すときに力を入れると包丁の先端がくるっとこっち側向くんですよ。で、それを親指でこう触ると、あ、先端がくるっと巻いてるなっていうのが分かります。これをまあ、返しと言ったりバリって言ったりします。まあ、基本的にはバリって言うけど、で、こう親指で触ったらバリが確認できるので、今度バリを取る。あちなみに天然石で包丁を研ぐときにはこの研ぎかすは洗わないように。 ね。で、裏返しにして、今度はバリを取る。バリを取るだけだから、垂直に、ただこう、軽く撫でるように、バリを取るだけです。こたも。ちょっと手前のバリが残ってるかな。OK。どのくらい切れるかね。 ちょっと、うちでね、作ってるトマト、親父の趣味でね。このプチトマト青いんで、まだ全然硬いんだけど、これを軽く。<laughs> ダメです,すごい切れる。やばい。やっぱこんなにね、ちょっと上でトーンと置いて引くだけでこんなに切れるんです。で、<laughs> 夏缶がございますので、夏缶の皮もね、ちょっと。ふぅ。 なんかね、恐ろしくなるくらい切れますね。まあ、こうやって、研いだら切れるかどうか確認するのになんか切るのがいいんだけど、基本的に、まあ、包丁研ぐ人、慣れてる人は自分の親指の上にコーンとこう置いて、で、あとはちょっと引いてやる。ね、<laughs> やっぱ今ちょっと引いただけでも相当グイッと入ったんで、親指の上にちょっと置いて押すか引くかすると、もうちゃんと包丁が溶けてたらわかるんです。慣れるとね。というわけで、まあ、包丁も、 使わないと錆びていくんですけれども頻繁にお手入れしたら一生使えますからね、えー、お魚釣りが好きな人はねマイ、えー、包丁を買って大事に大事にこう使っていくといいのかなという風に思います天然砥石はねいいですよ本当に番手がねあのたくさんあって磨き変えないといけないっていうこともないですからその代わり慣れないとちょっとね研ぐの大変かもしれないですけど砥石もね一生もんです こあの普通のスーパーで売ってるような砥石は一生もんじゃございませんもうかなり早く劣化するのでこの砥石もねもともとはね1.23倍あったんだよね使っててこうなっちゃったってことねというわけでビビでしたあいやー包丁研いだからね今度は魚を釣るだけよ、うん